第31回全国中学校駅伝12月17日滋賀希望が丘文化公園男子6区間 18km 女子5区間 12km 第31回全国中学校駅伝上位成績安徳鑑賞一覧をチェック第31回全国中学校駅伝が12月17日滋賀県の安市と湖南市にまたがる希望が丘文化公園で開催され 2年連続2回目の出場となった京山、岡山、が42分16秒で初優勝を飾った。京山は1区の樋口遥香、3年、が9位につけると、2区で5位、3区で2位と徐々に順位を上げる。4区の石原真優、2年、で先頭に立つと、最後は全中1500メートル覇者の黒田立花3年、が後続を突き放す走りで歓喜の V テープを切った。 2位は1区から常に3位以内につけた大沢の富山が49秒差で続き県勢最高順位を更新上村学園鹿児島が前回に続いて3位だった以下は南常陽京都荒戸、群馬赤穂長野薄間熊本高川学園山口とここまでが入賞ラインに入った